ジャヤージー・ラーオ・シンディアは、インド、シンディア家の当主、クワー・リアル・ハン王国の君主。1835年1月19日、シンディア家の一族ハヌワント・ラーオ・シンディアの息子として、生まれた。1843年2月7日、当主であり、ハン王・ジャイ・コージー・ラーオ・シンディア2世が死亡し、その日によって、ジャヤージー・ラーオが、養子として迎え入れられ、当主及びハン王となった。 その後、ジャヤージーラー王は摂政である養母の下で統治し、1855年1月19日に彼が成人に達するまでそれは続いた。1857年5月、インド大反乱が勃発すると、ジャヤージーラー王はイギリスに味方したが、軍隊は反乱軍に味方してしまった。そのため、1858年6月に巨城グワーリアル城が占拠されると、 一時避難しなければならなかった。その後、同月にイギリス軍により城が奪還されると、クワリアールに帰還した。1871年1月1日、ジャヤージー・ラオはデリー・ダルバールに出席した。この時、シンディア家に定められた祝報は19発であったが、21発の祝報を受けた。1886年6月20日、ジャヤージー・ラオは死亡し、 息子のマードーラーをシンディア2世が、投クくらい及び、半王位を継承した。ありがとうございます。